起きろ。うん、セイバー。師匠。師匠じゃない。聞こえないのか？よくこんな屋根のない家で寝れるな。師匠はもう、とうの昔に。いい加減起きろ、より。まずい。家がボロボロすぎる。おはよう、セイバー。その呼び方は。おい、セイバー以外でじゃあなんて呼べばいいんだよ。遅いぞ、より。先が思いやられる。あの程度の戦いでどれほど疲れ切った？まったくもう。次は君の眼に塩水を垂らそう。目に塩水は多分えぐい。それは困る。驚きのあまり刀を抜きかねん。ほう、イオリが抜くか。まずい。刀抜いても勝ち目ない。となると、私いや刀抜いても勝ち目ないことがバレてる。刀でイオリは真っ二つになるな。そうだろうな。だったらなおさらやめてくれ。うん、もうやめる、やめてもらうしかないな。善処しよう。私たちは寝食を共にするのだ。昨夜君の言ったことだろう。寝て起きた。ならば次は出た。セイバーはやっぱりか。セイバーは食いしん坊だ。支度をより。セイバーは食いしん坊パターンだ、いつもの。大変だよ。まずい。隣の家がカヤには、カヤに説明しないと。来客か。客というか、昨日の今日だぞカヤ。一体何しに。で、兄ちゃんちも大変じゃない。いや、それよりセイバー、それよりセイバーでしょ。ああ、そうだな。昨夜は人ならざる者の襲撃を受けた。まあ確かにな。なんて言おうか。どうしてカヤに言えようものか。何、単純な話。いや、なんでお前はセイバーの話聞いてんの。誰とはならないのカヤ。荒ぶる雷神の放った雷鎚がこの辺りに落ちた。適当なこと言いやがってセイバー。ゆうべは大騒ぎだ。なあ、イオリ。イオリ、イオリは冗談言うようなやつじゃないから。なんでカヤはセイバーをなんか受け入れてんの？うん、やっと来た。やっぱ、みんなセイバー見て綺麗って思うんだな。まずい。私はセイバーという。察するに君はイオリの妹のか。セイバーさん、兄上といつ祝言をあげてくださるのですか。いつあげる。客人の前ではしゃぐものではないよ。イオリもちょっと気まずい。何を焦る、イオリ。大事はない。妹子は私が守る。おお、セイバー。そもそも君が巻き込まれる必要すらないぞ。まあな、家にいとけば私が戦ってくるよ的な感じやろな。イオリがどこかに隠れていれば私がすべて済ませよう。すげえ自信だな。イオリとてライダーとランサーを見てまともに切り合おうとは思うまい。むしろ思われてしまうと困る。まあな、サーヴァントとマスターが戦っておかしいもんな。黙って聞いておれば。誰？聞くではないか、セイバーとやら。誰？何者だ？誰？本のじいちゃん。急にえげつないやつ来た。やっと起きたか。あれだけの騒ぎの後に随分とのんきだな。なんでみんな本のじいちゃん受け入れてんの？心地よ、身に響いての。気づけばぐっすりと眠っておった。なんだこいつ。より、これは本だよ。本ではないやろ。いや、本やけど。本なあ、セイバー。ああ、南蛮の書だ。日の本の書はもっと薄いしよく曲がる。いや、もうセイバーも全然分かってない。なるほど、東大では木に書くのはやめたのか。木簡か。本を知らぬとなれば、やはり相当に古き時代の人物なのだろう。こそばゆいわ。いや、本とか本じゃないとかじゃなくて、喋ってんのよ。まあ、わしのような書に夢中になるのは仕方ないかもしれんがの。しかし、うぜえな、この本。この本うざいな。特
が変われば書も口を聞き、空を飛ぶようになるとは、なんとも驚きだ。うわ、変な知識が。いやいや、本は飛ばないし、ああ、一応そうなんだ。一応この世界でもやっぱそうなんだ、普通は。このじいちゃんがおかしいだけだって。おお、ならば何がしかの怪異か。おかしいだの怪異だの、悪意のないトゲが突き刺さるわ。じいさん、紅玉の書は父の遺産だ。父の遺産。伊豆この文字が書かれたかすらも分からず、読むのを諦めていたが、ある日突然俺に琴の葉を放ってきてな。正直驚きはしなかった。なんで琴の葉でやり取りができるのは、なんというか書を読むよりもたやすいしな。まあ確かにな、本が喋ってくれればな。そうして俺はじいさんにいくらかを教わった。昨夜君の使った術だな。ならば差し詰め、この書は君の術の詩か。こいつか。詩が傍らにあるなら、うん、今からでもまじないを本文としたらどうだ。剣よりよほど身を助けるだ。おい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 、侍にお前なんてこと言うんだよ。俺の本文は剣詩だよ。どれほど弱かろうともな。剣詩拗ねてる、ちょっと拗ねてるし、よりってのんびり話してるけど、兄ちゃん家なんとかしなきゃ。そうだな、これでは朝毛もままならん。ならばよりよ、これを機に魔術工房、魔術工房をこしらえてはどうじゃ。まあサーヴァントもいるからな。梶師に梶場あり、魔術師に魔術工房ありじゃ。工房なんだっけ。かやは知らなくていい。かやをうちに帰りなさい。お前も前にじいさんから聞いたろう。魔術師の持つ梶場のようなもので、さらには砦のようなものなんだそうだ。まあそうだな。しかり魔術師の魔術工房とは難攻不落の要塞なり。難攻不落の要塞できた。余人に知られては三流の仕事、一見してもわからぬよう長屋を砦へと変えるのだ。ほうほう、守りを固める術ならぜひやるといい。そんな簡単なの、工房を作るのって。が、うん、工房作りには素材がいるぞ。無から有を望んではいかん。まあ道理だな。だな。次はまあ昨日の稼ぎで。昨日の稼ぎなくなっちゃう。4200円必死で稼いだのに。やっと動かせる。はい、もうカヤの朝ごはん食べるために絶対生きて帰るって決めた。セイバー、あまり時をかけず買ってこい。朝げが遅くなる。セイバー冷てー。この冷たさがいい。なんでこりゃ、木でしょ。なぜ木を知らない、あいつは。なんかいるー、やっと戦える。オッケー、お前おら！まだいる？いた。いてくっそ、こいつ！一人だけでも立ち向かってきた。お前の勇気だけは買おう。おかえりなさい。買い物、ちゃんと終わった。あ、これ、あれじゃん。ベニエンマの声じゃん。聞いたことあるなと思ったら。ああ、必要なものは揃ったはずだ。では始めるとしようかな。工房作るのにあれだけでいいんだ、逆に。うわ、なんか魔術工房っぽいのできてる、速攻で。こんなところじゃな。広くなった。もう赤狼のあの物資の家じゃん。その林家の壁までぶち抜いてしまったぞ。どうせ空き家じゃ、構いません。工房とはそれなりの広さが必要なのじゃ。義を終え次第元に戻しておこう。さて、じいじゃ。ギーが終わったら元に戻しちゃうんだよ。魔術を極めないんだ。なんだこれ！もうスキルツリーとか出てきたらもう無限じゃん。無限のゲームじゃん、じゃあ。うわ、これだ！攻撃をタイミングよく回避すると、強力なカウンター攻撃放てるようになる。これです。
これしか、なし。これだけあればいい。二人とも、いつまで話してるの？もう朝ごはんの支度できたよ。ごめんごめん、スキルツリーを見てたからさ。あとは二人でゆっくり食べてね。おい、まだ勘違いを。それじゃあまた。セイバーさん、兄上をよろしくお願いします。お身をつけか。お身をつけ、目に合う汁だった。ごちそうさま。いつまで飯の話をしている。相変わらず食いしん坊だな。腹が減っては戦ができぬと東大では言うのだろう。食を下ろす。なぜ知ってる。いつまでも弱いままだぞ、より。うぜえな。わかっている。カヤにもよく。この絶妙なうざさね。これが可愛さに拍車をかけてるな。今後の動きを決めるとしよう。動き、動くっつってもな、情報がなさすぎて。それは英月の義をどう戦うかということか。ああ、そうだ。ふむ。なんだ。私から言っておくことがある。キャラデザが良すぎる。セイバーのキャラデザが。どうあれ、戦場に呼ばれたからには。ありがとう、和田アルコ。私は勝利する。あらゆる手を尽くして。待て。それは江戸の民のことはいないものとして考える。出たよ、そういうとこ分かり合えねえんだよな、やっぱサーヴァントと人間は。うん、分かってもらえて何よりだ。本当に。そのこれあるあるなんだよな。何についてだ。ではそうはならぬよう立ち回らなければな。俺は言わずとも構わない。ゆうべ君の意思はもう。ああ、まだ仲悪い。そうか。では今後の動きは決まったわけだ。さて、では俺は出かけるとしよう。え、別行動？出かける？え？セイバー？この工房、君が引きこもって身を守るために作ったのではなかったのか。そんなわけがない。何を稼がねば飯は食えん。セイバーついてきてくんねえかな。稼ぐ、銭。ああ、確か、うん、物を買うあれだな。セイバーの時代にはないか。縁遠いのか。ならばもしや平安とかでもないだろう。もう卑弥呼とかの時代だろう。勤めか。近いが遠いな。切り合いなどそうはない。江戸の町を取り締まる同心連中の手伝いさ。おい、吉原。セイバーを吉原へ連れていくのはまずい。同心吉原。セイバーを吉原に連れていくのはまずいだろう。君は何かを手伝うのだな。セイバーは留守の番をしていろ。留守の番。留守番ねって留守の番なんだ。極の番じゃん。どうした。いや、私も行く。来たー。行った方がいい。行くべきだ。ああ、そうだ。私は江戸には不慣れでな。しっかりと案内を頼む。案内。己の町だ。知らぬことなどないだろ。ないな。らしい異種返しだ。うぜえ、セイバー。このうざさが癖になる。勤めの邪魔はするなよ。銭を稼がねば、お身をつけも米も食えん。お身をつけ。米とお身をつけ。それは一大事だな。任せろ。真剣な顔になったな、セイバー。では頼むぜ。支度が済んだら声をかけてくれ。私はいつでもいいぞ。可愛すぎるだろ。行こう、セイバー。支度は済んだか。ああ、出発しよう。出発しよう。なんで？私も行くぞ。お前は人目に触れていいの？君、人目に触れていいやつですか？広。江戸広。あ、これ吉原？セイバー。おい、セイバーはしゃぎすぎてる。者たちはなんだ。随分と空腹を誘う顔。さっき食ったのに。威勢の良い掛け声が飛び交う様はまるで祭りのような。おい。あの方。おい、セイバー。集団はなんだ。守られ。行くぞ、セイバー。誰だ。わかった。わかったのだな。わかとの。待て。いずこかの姫が断層でお忍びの最中かもしれない。セイバーじゃないんやけんさ。わかるぞ。
団子を振る舞う、噂に聞く。おいセイバーというセイバー、やれやれ、物珍しさに目を白黒させているな。まあ無理もない、俺も最初はそうだった。江戸の町並み大いに面食らったものだ。よりもそれはそうだろう。なんでお前は上から目線なんだ。こんなにもたくさんいて、それはそうだろう。立派な建物がこんなにもたくさんあるのだ。それは人がこんなにもたくさん生きているということ。そうだな。これはなんというか、なんだとても、なんだとても、なんだなんだ、人の営みに感じ入る、平らかなる世を知らずに生きた人物か。あ、いや、江戸の町が、なんだよ、物珍しくて。さあ、よりキリキリと穴いせよ。吉原に向かう。うぜえな。私の問いに答えるがよい。わかったわかった。うざかわいい。うざかわいいが一番かわいいから。アルトリアより要件。確かに。アルトリアどちらかというとクール系だからな。よし、案内してやるからこっち来いよ。どっち行けばいいんですか。あれは、え、何、はやはや、セイバー、よりこっちだ。何、なんか欲しかった。街中でセイバーに呼ばれることがあります。あ、ここに何かいいものがあるんだ。あれはジュルリ。ジュルリ食べたいのか。いや、これ何、別にそういうわけでは。何売ってんだこれ。少し待っていろ。セイバー、セイバー、口にあったようで何よりだ。もぐもぐセイバー、とても良いぞ。次もうまいものを食したいものだな。食いしん坊やなセイバー。いや、おむすび高えわ。うちの財政事情ではこんぐらい。おむすび、おむすび買っただけでセイバーが、そばも食べちゃった。うん、好きだなこの喉越し。セイバー、おいセイバー、お前、お前よ、何でも買ってあげる。わずかに魔力を感じた。昨夜の奴らとは違うようだ。かような街中での、確かめた方が良さそうじゃな。キャラ濃いな、うちの陣営、うちの陣営キャラ濃いな。セイバー、セイバー、またセイバー、出た、うん、この辺りだ。うん、なんだおい、これキャスターが、絶対これ絶対キャスターが操ってんじゃん。いわゆる怪異の類じゃな。キャスターはだいたい普通にこういうのを召喚してくるから。江戸一帯に渦巻きたる魔力に当てられ湧き出て。話は後だ。じゃあ湧き出たのか。行く手を阻むならば切る。いより、分かっている。セイバー、いいだろう。OK、 応答、応答来た。やっぱ応答がないと。アクションゲーマーも回避に、回避にメリットがないとさ。セイバー行け。すぐに行く。イオリの声に応じて、私の体が動く。筋をつなぐ魔力のパスに向かって。いいぞ。これは面白い。必要な時は私を呼べ。より。決める。いいね、セイバーよくやった。味わうといい。強。止まった、弱。いやー、めっちゃ強そう。でもこれあれだな、応答しないと。いや、勝った。うん、セイバーも何もできない。何もしてこないんかい。なんかしてこいよ。あ、手応えがない。昨夜のサーヴァントとやらと同じか。確かに。神秘なき者は神秘に届かぬとは違うな。その剣と腕ならギリギリ、その剣と腕ならマジサーヴァントにも匹敵する強さ。まとった魔力が鎧の代わりをしたるんじゃ。打って剥がしてから切れ。今だ。身が躍動。
後期を狙って、ちょっと多いな、チュートリアルが。応答したいのに。なんか、なんじゃそのビームは。お前、チョコ材な攻撃してきやがって。来た。なんかよくわからんけど、なんちゃら。うわ、強いよ。おい、セイバー、怪異討伐。セイバー強すぎだろ。セイバー、セイバーいる、来ておくれよ。は、遠、なんでその遠いの、セイバー。あ、近づいてきてくれた。いらっしゃ、そば食おうぜ、セイバー。うわ、何も言ってくれん。いや、金ねえんだけど、あと一回食うか。好きだな、この喉越し。セイバー！お前倒れてんだよ。立て！ああ、こうやっていけるパターンね。移動しないといけないかと思ったぜ。いや、でかい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 、嘘だ。エルデンリングのマップぐらい広い。でかすぎんだろ。いざ、まだ見ぬ吉原の地。吉原、えぐ。絶対あのオイランみたいなやつ出てくるやん。あのオイランみたいなやつ出てくるのここじゃん。ここが吉原か。おい、セイバー、目つぶっとけ。連れて行ってやるから。待て、セイバー、あまり勝手に動くんじゃ。やはりだ、見ろより。なんだ、あのアコードも、あの老廃も、おお、あやつも。道行くオノコたちは皆、おい、様子がおかしい。セイバー見るな。鼻の下を伸ばしたり、セイバー見るな。頬が緩んだり、もしや何かの妖術にかかっているのか。そうだな。そうとも気まじい。そうでない。セイバー、お前にはまだ早い。自分の目で確かめることだ。噂をすれば。お、いるね、スケのシーン。今日もよろしく頼むぜ。にしてもイオリさん、別品の連れとは珍しいこともある。いや、まあまあまあ、そうでもないっすよ。セイバーだ。おお、君が同心というやつか。セイバー、妙な名だが、もしやあんたも腕が立つのか。相当やべえぜ。無論イオリより強いぞ。へえ、そりゃ期待できそうだ。それじゃ早速。俺ちょっと野暮用があってね。おい、お前吉原楽しむつもりやな、お前だけ。綺麗綺麗よ。おう、あんた腕利きなんだってな。近頃銭をたかる連中がいて迷惑してるのさ。どうにかしてほしくてね。仕方ない、成敗するか。いつも帰り道を張ってやがるんだ。道中の用心棒を頼むぜ。了解。つまり切ればいいのだな。セイバー、ダメだ、殺すな。あ、殺しはダメなんだ。ここでの殺しはご法度だ。この程度なら叩き伏せるだけでいい。そもそもいたずらな殺生は人の道に反する。おお、主人公だね。セイバーのマスターこういうやつなのよ。セイバー、わけがわからない。セイバー、追手を散々切ったじゃないか。え、なんだって。ああ、物の例えだ。物の例えです。物の例えですからね。物騒なことを人も。おい、セイバー、おい、かわいすぎる。いや、話は別。そういうこと、そういうこと。物分かりが良くて助かるぜ。分かった分かった、ありがとう、セイバー。まったく、帰ったらまたそば食わしてやるから。任せる。おい、ポージングすんな、可愛いから。もう早いな。お前マジセイバー置いていくなよ。行くな、ブロッキング。セイバー、セイバー、こいつをブロッキングしろ。セイバー前、セイバー、セイバースイッチ、セイバー、セイバー。おい、セイバー置いていっちゃってる。あ、あの、あいつを。よりいいの、手を振られているぞ。振り返した方が良いのではないか。おい、ダメ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 。仕事で手を振っている。気もないのに振り返しては仕事の邪魔だ。だな、そういうもの。いいからいいから、あいつも行っちゃってるから。早く、あいつ追いかけるよ。あいつ早いな。セイバー、セイバー、
セーバーこいつ、セーバーこいつ塞いで、セーバー、あ、ついた。てめえ、さんざっぱら待たせやって。金は持ってんだろ。強そう。白昼堂々、ゆすりたかりか。ああ、なんだてめえ、俺は忙しいんだ。邪魔するなら容赦しねえぞ。来たー、戦わせてくれるようになってきたね。おーと、くー、セーバ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 ー働いてた今、セーバー、セーバー棒立ちじゃなかった？棒なんてやっとやがって、くてえやつだ。この野郎、人雇う金があんならとっとと貸したがれ返せってんだ。あ、今日のところは見逃すな。まずい。覚えとけ。あれ、騙されたことに気づいた？ヒデン、連中に金を借りていたのか。なんか悪そうな顔してんもん今見たら。さ、さいなら。しゃ、切るぜ。追いつけたやろ。なぜあやつは走っていったのか分かってなかったんかい。スケの神明、裏を取らなかったな。後ろぐらいのは依頼主の方だった。どういうことだ。これはいささかもこれはまずいです。ああ、こりゃまたまずいです。なかんでくれ山吹さん、まさか用心棒を雇いやがるとは。貴殿らは、貴殿らは何ですか。俺は札差しで、こっちは遊女の山吹さんで、あいつには金を返してもらうはずだったのよ。私は知らぬぞ、よく確かめぬ。イオリ、セイバー、セイバー、すまんが銭はない。貸せるものも剣の腕くらいのもの。うん、よし、一つうちの仕事を手伝いな。それでこの剣は手打ち。いい人だ山吹さん。ひとまずあんたの分は俺が立て替えといてやるからよ。本にありがとうござりんした。夜の支度があるんで失礼させていただきんす。けれけれ